はい、皆さんこんにちは。今回ですね、日本のナニコレ珍マップやっていきたいと思います。まあこちらのマップはですね、どうやら日本ではあまり見られない景色が見られるということで、早速やっていきたいと思います。今回も移動なしでやっていきます。はいすごいね、日本どころかこれ世界中でもここしか見られないんじゃない？何これ、恐竜やん。え、これだけ何これ、 おしまいじゃんこんなのわかるわけがない。恐竜広場だって、へえこれは死にましたね。うん、これどこよ、全く手がかりないじゃん。電柱もゼロだし、いやーこれ無理でしょどうしよう、山もあんまないよね。どうしよう、真ん中らへんの、じゃあここらへん置いときますか。はい、茨城水戸市森林公園だって、へえすごいね、初めて知った、こんなとこがあるなんて。さあ何これ、めっちゃおもろい、全部日本酒のせいだすごいなこれ、面白い。さあ、一体ここはどこなんでしょうか。さあ、何かヒントは？蒲田って書いてある。これは、東京？蒲田だね。蒲田って東京の、ここら辺じゃなかったっけ？うん。吸いながら打ちたい、すべての愛煙形へ。蒲田駅前店って書いてあるもんね。うん。5の16って書いてない？ 5 の16だって。5丁目を探そう。あった。5丁目の16。15があるよ、ここに。まあ、これはなんか、ね、書いてあるし、探せばいけそうだけど。大衆、ガブリ酒場。ここら辺にないかな。5丁目の16だよね。これだね、5丁目16。ここら辺にないかな。なんでないんだ5丁目16、これだよね。5の16。パチスロかな、これ。まあ、方向的には、こんな感じか。5の16が、こっち側にある。だここじゃないのかな。いやないね、でも。これなんだ？ほいさっさ。いやーここっぽいんだけどね。なんか角度的にも合ってそうだし。あ、待って、こっち側が上がってるからこっちかな？あ、ガブリあったわ。これだ。ちょっとずれてた。オッケーオッケー。よし、見つけた。ということで、ここでいいと思います。おーっと。すいません。マイクを落としてしまった。よし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 。はい。さあ、続いて。何これ何これ。
大丈夫これ名前出てるけど。さあ、フジゼロックス。なるほど。何これ、え、何この木、日本じゃありえない木が生えてる。なんだこれ、沖縄かな。ね、屋根も平らだし、工学部。なるほど。琉球大学とかありえるかな。どうだろう、大学だもんね。沖縄っぽいけどな。琉球大学。工学部ってないかな。理学部、教育学部。工学部はないのか？工学部ないね。なんでないんだろう。留学、琉球大学じゃないのかな。あ、工学部あった。工学部。で、このロードアングル。いやー、琉球大じゃない説。うわー、これ、わかんないね。いや、これ、琉球大じゃないね、多分。こんな道がないね。ただこれ以上わかんないので置いてきます。え？岡山大。やばいな、岡山大ってこんななの。へえ、すげえな、こんな木生えてんの。フィリピンみたいだね。マジか、沖縄かと思っちゃった。いやー、これはむずい。はい。これはもうサムネ決定でしょこれ。これ大丈夫？バンされないこれ。いやー面白い。これはマジで面白い。いやー、一応ねマウスで、隠しておきます、大事な部分は。これマジでおもろいな。はい。桃太郎神社だって。桃太郎って言うとやっぱりね、岡山しか思いつかないけど。どここれ。どこにあるんだ？きび。きび団子だからね、やっぱり。桃太郎神社ってないかな。さあ、本当に岡山なのかこれ。なさそう。いや、ないね。まず岡山という確証は一つもないです。いやー、わからんこれ。桃太郎神社。なんだよそれ。いや、わかんない。いや、この辺適当に言っとくか。桃太郎神社ね。わかんないんで、岡山だと信じて置いてみます。全然ちげえし。どここれ。愛知？マジか。犬山か。なるほど、犬山だからね。いやー。わからん。さあ、ラスト。
すごい。折り紙の自販機だって。これはすごいね。折り紙の自販機。さあ、左寄せ横書き。ということで、これは四国か？折り紙。なんも書いてないよね、でも。和紙って書いてある。うわー、なんか書いてある。なんとか。うわ、読めない、これ。イカザキ、クラフトフェア。イカザキ。イカザキってどこ？イカザキってあんのかな？いや、聞いたことないなぁ。ないよねぇ。イカザキ。なさそう。ちっちゃな地名かなぁ。いやぁ、これきついわ。無理だね。これはきつい。でも電柱のプレート的に四国であってほしいな。中国地方にもでもあるんだよね、あのプレート。なので四国か中国地方だと思うけど。いやー、これは無理だね。まあ、山が、すごいね、でも。まあ、ここら辺置いとくか。はい、わかんないんで、いきます。おー、まあ、四国ではあったね。なるほど。はい。ってことで、結果11000点。ひどいな、これ。相当ひどいですけど、まあ、面白かったんで、良かったんじゃないかなと思います。こちらのマップ、皆さんもね、ぜひやってみてください。多分面白いものがたくさんあります。ということで今回の動画以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。